イヤな。タイです。絶対タイヤは。全然ちゃうもん。ちょっと、また10人。おぉ、何が出てくんのやろな。本日一番は俺が作ってあげようか。自転車です。ということでね、今回は淡路島のゆらっていうところで103っていう船に乗ります。なんだか鬼締めしてくれそうなんで、とりあえずとりあえず釣らんことには始まらんちゅうことで、船に乗ってタイ釣っていきましょう。レッツゴー。魚屋の釣り船ピッチピッチ TV、 あ、弾まるよ。この状況はしかもなんかこれバブルする会社なんで、これの方がいい。用意したよ、リールも借りてきとったやな。いいやつ。カルコンやん。コンタついてるわ。いいっすね。これで行っちゃうよ。バケットがあって、そこにネクタイ針がついてるっていうのが、まあ、タイラバの仕掛けになるんですけど、タイラバのネクタイいろいろ種類あるんで、好きなものを用意したんで選んでもらって、みんなで当たりが多いカラーとか形状とかを共有してもらうっていう感じになる。ネクタイいうのが重要なんですか？そうですね、やっぱり形状によって波動が違うんですよ。あと巻きの速度とか、タイラバって等速巻きって言われる、同じスピードで速くでもゆっくりでもそうなんですけど、同じ速度で巻くっていうのが一番大事。それを守ってもらって着底した時にすぐに巻き上げる。結構タイって押してくるものを見てるんですよ。そこにバーンってついてました。これでちょっと本当から恐怖示さなくなるんで、着底した瞬間にも巻き上げる。じゃあ初心者さんがこの船に乗るときは何個か用意してくれた方が。そうですね、予約してもらった時に船長から話はあると思うので、それに来てもらったら、はい、大丈夫。ありがとうございます。ガイドさんでした。よろしくお願いします。お願いします。タンクスでしょうかな。着底が分かりやすい。着底したら言ってね。はい、ということで今日はこれを使いまして、タイラバってことでね、この船は千と丸さんって先ほども言ったユラ、ユラ漁港にある遊漁船ですね。13ユラ立派な船やね。今日はその船に乗らせてもらうんだけど、鬼締めをしていい魚をお客さんに持って帰ってもらうってことをめっちゃ推進してくれて。なるほど。今日はその鬼締めっていうのがさらにいい方法があるのかとか、逆に俺たちが勉強になったり、船の上やったらこれが困難なんで、あんまりこういう環境がないからね、僕ら。そういうのをまだ持ち帰る、さらなる鬼締めっていうのを高めていこうかな、で、普通にやっても面白くないんで、今回大会です。大会や。ちょっとうちの釣り船メンバーで来てるんですけど、後ろに見えてるのが、そうそうたるメンバー。今回はみんな右側にバーッと並んで、まずタイラバなんでね、はい、一発目にタイ。ファーストヒットショー。次にビッグワンショー。ビッグワンショー、でかいの。でかいのつったもんです。長さ。もう一個がダッシュモンです。いろんな魚種が多くつったもん。はい。この3つで。これはちょっと負けたくないね。そういう大会もしながら、最後は工事に鬼締めをして帰ると。最高やな。ということで、今から船酔い 100% なんですけど、行ってみましょう。朝ちょっと風強かった。3つの重り取るから、1に重り通して、その先にこれこうなると、これで鯛を誘う。くくった時のこれはいらなかった。ここでね、パチンと。こんな感じ。あ、ちなみにこれ2000ぐらいで売ってるから、これ以上切れる赤身俺ないと思う。へえ、めっちゃ切れる。 P ライン先っぽ1ミリとかパーンって切れる。あ、それもノンストレス。そう、なんかふさ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 ってなるなる。それない。いきましょうか。船長、今日はお願いします。お願いします。頑張っていきましょう。シンク、はい、シンクお願いします。お願いします。
中で切れたりするやろ。来た。よったふりしてる修造くんが来ました。どうですか、これはタイっぽい。タイ食べてるんでタイっぽいっすね。タイ。って言っときます。これタイや。タイや。工房 A サイズ。でか。うわでか、嬉しい。めっちゃでかい。めっちゃでかい。やりました。イエーイ。工房。工房です。おめでとう。ありがとうございます。うまそうっすね。体重はどうですか。体重全然当たりなしっすわ。当たりなし。悔しい。まだチャンスあるんで。頑張ります。頑張りましょう。そしてお次は麻婆さん、どうですか。もうバンバン来るよ。みんなに教えた。みんなに教えたる、うん。その意気込みはいつまで続くか。まああるな言うたらありや。とりあえず今そこから何メーターずっと落としてあげる。繰り返して。バックメーターの横から速いのがいいの。あれやな。とりあえず今ファーストフィッシュショーはなしということで。なしですね。任せてあげましょうか。これ誰も対戦どう。全く反応ないです。どういう攻め方してるの。ゆっくり巻く。以上。さよなら。買ったおにぎり全部忘れた。さよなら。めっちゃ腹減ったわ。飛ぶ。今日は波がきついですね、うん、またよろしく。焼き鳥屋の大将だよ。僕に鯛を釣りたいと思います。行ってきます。なんか一発お願いします。まあでもこの二人釣ってるからな。全然メンバー釣ってる。
ました。ありがとうございます。豊洲賞でもあるんですよ。やばいやばいやばい、総取りや総取りや今のとこ。おい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 、重みがあります、重みがあります、重みがあります。めっちゃ叩くよ、しれっとシュートのとこに寄った甲斐があった。めでたい、びっくりしてふぃーよーっと、やばい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 、嬉しい、めっちゃ嬉しい、これは嬉しい、びっくりしてる、痛い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 、よっしゃー、やばい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 、やったぜー、やべーいや、元気だった、カスケ君が元気だった。めっちゃ嬉しい、マジ嬉しい、最高。今度しよう、これでその子は公開されるでしょう。タイラバ楽しい、タイラバ最高。手がかり選手、絶対ビッグワン賞でひっくり返しちゃった。あんなちっちゃいのでビッグワン賞競いやって何がおもろいんやな。何メーター？あと27、まだまだ。オッケー。怖い、離されて終わる。多分これ離したら俺終わる。もうないと思う。まだまだ。そんなにこれ、でも絶対フグとかちゃうわ。フグではない。フグやったらこれ呼んじゃおう。タイは間違いない。わかんねえ、初めてから。でも乗ってるよ、もうめっちゃみんなスタンバってる。みんなスタンバっております。みんなめっちゃスタンバってる。あ、来ますよ。あ、見えた、お前。あ、タイ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 。お、ちょっと来そう。タイや。入ったー、来たー、タイよー、さあさあ、バイ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 。投げときましょうか。タイです。ビッグワンちゃう。ビッグワンはこれはどうですか。俺の方がでかいな。よっしゃって、よっしゃって、よっしゃって。
通りの方、これ。やっと俺も喋れるわ、はい、ありがとうございます。やっと釣れた。これやばいっすね、マジで。地味
やねこれ。ゆっくりやってよ、ゆっくりね。本日一番は俺が作ってあげようか。なんと思う？これで巻くしかない、ずっと。そうっすね。やっとあと50。ドラム締めたらやばいかな。微妙っすよね。締める方がいいっす。なんか締める方がいい気がするっすね。これなんと思う？えい！いや。もっと釣れちゃう。まだまだやっと読む。やばいね。あと37、36。かっこいい。スレやんな。こんな変な引き方せへんと思う。でもエイのスレでここまで上げては来られへんと思うんだけど、まだちょっとでも上がってきてるからエイでもなさそうな。僕なんか調整するんですよ。最初でも動かんかったよな。地面から離されへんかったもん。助手や、助手や。マツコとヒロキ。めっちゃでかいターゲットやのにな。絶対ちゃうな。あと10人。お、何が出てくんねやろな。あと9、5、おった。え、魚っすよ。魚やな。でかいぞ。何？サメ？サメちゃう？わ、サメや。あ、サメや。サメちゃった。パパに送らな。ほんまや。すごい。これ重いわ。痛うで。これ重いわ。今回はですね、なんと古城の上で鬼締めをやってくれると。古城戦場戦場テイク2で戦場の上でですね、なんと鬼締めをやってくれるということで、まあ今日やっていただいたんです。こんな船なかなかないですよ。こうやって美味しく持って帰ってもらうことにかなり推進してやってもらってるんで、今後こういう船をうちの YouTube の概要欄に貼り付けて、この船鬼締めしてくれるよっていうのをどん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 おすすめしていくんで、その一発目の今回の企画ということで URL 貼っとくんで、皆さん飛んでください。素晴らしい船です。いや、サービスもほんまに途中で冷たいコーヒー出てくるわ、お菓子出てくるわ。いや、多分それ俺ら釣れへんかったからということで、平場もいいですけども、
チャンネル登録の方よろ…えよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。チャオ。ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。まあ、片付けよろしく。おい、おいおいぞ。地球の健康。